叶えてくださいな。ポルチンポルチンプラプラリン。質問の手紙が来てる。もう何ですかご主人様、何でもいいですよ。人気者だね。言ってるな。さすが本番の方がテンション上がっていいですよ。僕はいつも部屋の電気を消し忘れて、お母さんに怒られています、人間の力でどのくらい電気を使えるのですか。今何じゃ、どのくらいって言いました。どのくらい。いや、そうでございますか。はい。分かりましたよご主人様。じゃあ私は人間ではございませんけども、人間の体力でどれくらいできるか自転車を使って実験してみたいと思いますよ。その前にご主人様、えい。遅いご主人様、驚きがもっとガッと驚いてくんないと。いきますよご主人様、えい。早い。誰がそんな早い踊り。ちゃんとよく見て合わせて、えい。何しとんのかお前は。さあそれじゃあこの世界に入ってきますからね。ポロチン、ポロ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 、受け。さあそれではご主人様、今からこのバラジンが人間は何ワット起こせるか、どれだけ発電できるか調べてみたいと思います。調べるのはこれです。さあ今からこのチャリをこぎますからね、見といてくださいよ。さあ何ワットいけるか。あっ、来た来た。人間はなんで一生懸命やったから帰んないんだよ。なんですかあなたは。私はスグル様に手を抜かずにあなたに疑問に答えるようにとメス会議でされてきた。全然日本語になってないんだよ。命令されてきたズラジンです。ズラジン。というわけで30個に沈みました。頑張ってください。なんだそのベタしゃべりはお前。こんなのは無理でございますよ。子供の夢を背負ってるんです。もうさあ、こいでください。重い。疲れました、はい、でも分かりましたよ。人間が発電できるのはだいたい29ワットぐらいですかね。
バラ人がやったんじゃないよ、ズラ人がやったんだよ。いつでも知ってるんですか。まったくしょうがないな、ご主人様。でもね、チョンボチョンボしちゃダメだよ、チョンボはしちゃダメだよ。何アドリブ言ってんだご主人様。でもね、電気を作るのはこんだけ大変なんですよ。だから電気は節約しないといけませんね。なんだって。何ですか、さあご主人様。じゃーん、電気を、東京電力。笑って言うなよ。